あ、いただきます。2、2、3、4、5、6、7、8。はい、はい、いきます。1、2、3、4。あー、ちょっと6、7、8、9。あー、10、早くです。終わった、終わった終わった時間はやってみましょう。そうです、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 いいですね、うん。うん、いいと思います。それじゃあ向こうで実際にもやってみます。早いって絶対絶対早い。はい、からはい、ベローンで、うん、本当できた。はい、うん、あー、いいです、いいです、いいです。はい、はい、からいいって、うん、ちょっとバックテンポ、はい、1、2、3でピョンと軽く、ピョン、はい、はい、はい、うん、もうちょっとずつキックしていいですか。ここの空中姿勢すごい大事ですね。そう、大事ですね。これ今すごい大事なことしてますよ。はい、そで、あと手のつき方なんですけど、ちょっとまっすぐついちゃってるんで、できるだけ内側で、内側にしてもらってもいい。はい、はい、はい、手ついた時にちょっと肘痛めちゃう。ああ、確かにあるので、こうですね。はい、今のうちにちょっと確認していきましょう。はい、2の3、はい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 、いいですね。1、2の3、はい、そうです、そうです。お、うまいですね、うまいですね。ちょっとずつ、ちょっとずつ、はい、意識が出てきました、はい、すごい上手です。形も綺麗なんで、これでも、うん、はい、どんぐりがあるという安心感。ああ、そうですね。実際一人でやるってなると、はい、怖いですよね。大事な気持ち、無事起こるんだ。1、2の3、はい、はい、さあ、なんかできそうな気もしてくるな、はい、あ、もう本人次第で、形的には全然問題ない。本人次第ってなんですか。自信がある。簡単じゃない話。高橋さん全然いい感じだったんですよ。あ、いつでも行けるみたいな。前田はどうなんだみたいな。人怖いことやってるんだよ。できてないこと、やってないことを今。でも前田次第らしいわ。前田次第らしいってなんだそれは。やろうと思ったらできる状態にあるわけじゃないから、僕だって。なんか僕がごねてるみたいな感じになってるけど。怖いんだから。あ、もうこれなし、これなしで、これなしで、次これなしでいくんですか。はい、もう一回やります。もう一回やっていきます。もう一回やってきます。はい、いきましょう。はい、じゃちょっとやります。いきます。はい、1、2、はい、はい、はい、うま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 い、すごい綺麗。2人いけそうですね。2人、いや、そんな軽く言うけど。いや、まだまだまだ悪いんですけど、さすがにまだですね。はい、まだ時間あるんで。そうですね、はい、もう一回じゃあ、はい、1、2、はい、はい、おお、いいじゃん。じゃあいい、いいですか。はい、補助僕いらないですね。いらないです、全然1人で多分大丈夫。一人補助でも大丈夫。はい、後ろに行ってください。後ろに、後ろに、はい、1、2、はい、はい、おお、なるほど。もうちょ後ろですね。上に飛ぼうとしちゃうな。そうそう、後ろに飛ぼう。で、なるほど、手が先、手振ってから首返すイメージ。最初に首返しちゃうと後ろに蹴れなくなっちゃうんで、あら、抜けちゃうから、はい、手振ってから、なるほど、分かりました。はい、おお、うまい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 。後ろですね。後ろです。いきます、後ろに飛ぶ。はい、1、2、はい、もうできる。いらないかもしれない。一人で行ってるんじゃないですか。え、うまい。一人で行けてます。ちょっとめっちゃ 軽くしますね。めちゃくちゃ軽く一回。ただ、さあ、手振ってから首、はい、後ろに、後ろに、2、はい、おお、いらないです。え、はい、いけるかも。いきます。一回じゃやってみます。はい、お、いると思って、はい、じゃあ一応言います。一応言います。触られてると思って、はい、ここ触られてると思う。ちょっと一回触ってもらっていいですか。一回触りますか。はい、あ、OK です。いきます。
2、はい、おおすごいすごい、いやできましたなるほど、ただこれはでも勇気を、飛ぶ前によしいつも通りのって意識しないと飛べないんで、はいはいはい、これは回数重ねてできるんだぞって安心感をつけないとダメですね。鼻の後ろにお前がどんぐりの力こすそうイメージ、内じゃなくてこす、いやー、先生のね、教えてたんですけど分かりやすいです、こすがいきます、1、後ろに飛べば、はい、いきます、おお。だいぶ、あ、でも気持ちですですよね、気持ちで同じことを違う場所でできれば別に気になるんだ、ね、実際ヒーローショーはステージの上、これがね本場に弱い男なんですよね、これが僕はだからちゃんと練習してどこでもできるぞという自信が必要ですねでなんかできなくはないなと感じさせてください、ここだったらもう全然問題ないので、ね、ここに慣れたら実際にこの体操の床、ここの上でやってみましょう、ここでできたらきっとステージでもおそらくできると思うので、ですよね、はい、精神的な差なんだろうな多分、そうですね、気持ちですね、多分同じことをここでやっても、まあ、実際できるってことですよね、そうですね、同じことを同じようにやってもらえればできるんですけど、これが難しいんだよ、はい、実際やっぱ恐怖心とか出ちゃうとどうしても制御したりするので、簡単に言うけどさそこが難しいですね、それが難しいんだよ、早く飛んだ方がいい、難しいことやってんだよ後ろに、後ろに、よし後ろに、はい、うん、もうちょっと後ろですか、そうですね、ちょっと手近いので、ね、もうちょっと後ろの方がいいですね、力の入れどころと集中のしどこだけもうちょっと抑えれるようになると多分、はいはいはい、なんか全部をこう今意識しながら、あ、神経振り開しちゃってます、そう、一回一回もう感覚で、もう感覚、もう何も考えずにいつも通りやる、そのぐらいまでいくと、うん、もう本当どこでも、ちょっと熱くなりますね、もうちょい、もうちょい、こっちですね、補助ありで、はい、こっち、こっちやってみます、補助ありで、はい、え、もうそこ、すごい、いやでも、こっちはもう一人でもうバンバンやってるんで、はい、補助がないとやっぱりね、はい、もうちょっと前の方がいいですね、はい、手だけ、気をつけてください、こっちも、マジで、はい、マジで、すごい、はい、補助ありですから、多分衝撃返ってくる力が強いですよね、こう、そうですね、向こうより硬い分向こうは潰れちゃうかもしれないんですけど、だから腕で負けないようにしなくちゃいけない、はい、いきます、よいしょ、ふわふわ、よいしょ、おなるほど、ちょっと手近くなってます、そうですね、やっぱ怖いから、はい、全然問題ないですね、飛べてないですよね、まだ怖いから、はい、恐怖心との戦いだ、要は後ろに飛びます、後ろに、はい、おお、ちょっとずつ、うまいです、本当ですか、うん、今のだったら補助なくてもできそうです、できるかよ簡単に言ってくれるよ今ぐらい後ろに飛べばってことですよね、今のすごく綺麗です、なるほど、はい、あとは恐怖心だけだ、そうです、まあ、あと回数重ねて慣れていければ、はい、あと手の向き間違えるだけで肘怪我したりとか、こうですね、はい、内側と後ろ、内側と後ろですね、僕のあと考えること多いんですけど、まあ、でもまあ実際再現できるぐらいまでにはなってきましたね、その考えてることを、はい、休みながら、そうですね、はい、よし